それでは説明面について説明いたします。これは少し一般化に、今まで話したことの一般化になってまして、今までは、Z イコール FXY、 これはこういう局面がグラフになるわけですね。それでこれ XY 平面なんですけど、XY 平面上の AB ってところで、接平面を取ると、ここは接点は、ABFAB になるんですけど、接平面はどうだったかというと、Z イコール、FXAB の X-A プラス FYAB の Y-B プラス FAB でしたね。まあ、こういうのは教えたんですけど、ちょっとこれを一般化しまして、ここにあるように、GXYZ イコール0っていう局面ですね。因関数表示なんですけど、で、それでその上に点 P0 があるとしましょうか。ここですね。じゃこれが GXYZ イコール0ですね。で、この、状況で、接平面があるときに、どんな方程式になるかというのが問題です。で、以下ではちょっと簡単にするために、GZP0 が、消えてないというふうにします。ですね、例えば例は後ですぐ出てくるんですけど、例は後でこれの例、まああんまり局面でってみんなあんまり知らないでしょ、だって。単位球面ってやつですね。後でこの例をについて調べますけど、まあこういうのね、まあだからこれが赤道ですね。だからここで接平面を取るわけね。これは実はそんなに後でお話しますが、ここのこれ原点で、ここを ABC にすると、まあこの半径ですね、半径 ABC を考えれば、なんか別の色、半径ここ半径 ABC が方線ベクトルになってですね、これが方線ベクトルですが、まあそういうことで昔は高校2年生ぐらいでこれを習ってたんですけど、まあでも考えていたらまあ大変でしたよ、本当に。というわけです。まあ大体それで GXYZ イコール0とかいうのはイメージしてみてください。じゃあで接平面を求めるにあたって2次元の場合ですね、それを使います。ちょっとここ間違ってるなで C はこれカーブの C ですね。でさっきの S はサーフィスですね。最近なんかタブレットが端末の名前になってますけど、で HXY イコール0という曲面が、あ、曲線があるとしましょう。曲線ですね、これ正確には2次元の場合というより曲線の場合ですね。それでその上に P0AB があるとしましょうか。それでここで接線を引くと、HXP0 に X-A 足す HYP0 かける Y-B イコール0です。で、思い出しておくと、勾配ベクトルというのはこの場合、HXP0、HYP0 という成分を持ってましてね。それを使うと、
この方程式は内積の形で書くと、これは大事なことです。あの内積で表せるというのは実は結構 大事なことで、ナブラ HP0 と X-AY-B ですね。いいですか。これがあのその勾配ベクトルだとしたら、ここがあの P で、XY 接線上にあるとすると、このベクトルですね、このベクトルが X-AY-B ですね。だからここが垂直だってわけです。まあこれをちょっとあの今から使います。それでじゃああのいいですか、これを今から使いますね。でですね、ちょっとあの言っとくけど、あとでこう Z となっちゃうんだけど、あの HYP0 があの消えないときは、これ形書いとくと Y イコールマイナス HYP0 分の HXP0 の X マイナス A プラス B という形に変形できて、これ傾きがですね、これが傾きになりますね。これあの大事なことですね。まあ、この特にこの傾きがこうなるというのは、まああのいろいろあのそのとこ出てきてるはずですね。出てくるはずです、ミクロで。いいですか。大体率かなんかで。それでじゃあこちらにしましょうか。それちょっとはなんかデッサン風になってるんですけど、あの曲線 GXYZ イコール0っていうのが、あのここちょっと色で使えばよかったんだけど、これですね。なんかこんな風になってるね。それで、これ、断面の向こう側にあるわけですけど、これが、あの、GXYZ イコール0にします。それ何やるかというと、Y イコール B っていう断面考えます。これ Y イコール B、ここにあるんですけど、そうすると、XY 平面上の Y イコール B が、ここにあります。それで、あのこの上にあの垂直にあの伸ばしているわけでして、まあ、ですからこれが Y イコール B のつもりです。いいですか、これはここ見えるんだね。ちょっとなんかひどいな。こここんな感じですか。いいですか。それで、あの、じゃあ、ここで、あの、ここは、あの、ABC なのね。いいですか。ここ P0 ですね。で、ここで、あの、接しているとしますね。いいですか。やっぱ、その前に言っとくと、あの、断面、Y イコール B と、接断面というか、断面 Y イコール B と、GXYz イコール0の交わりはここにあります。いいですか。それで、今度は接平面書きますね。接平面があのここでこれですね。まああまりあの隠れてるかそんなのちょっとここまで来ると難しいから、まあイメージしてください。でそれであの接断面と、ここちょっとこう書いとくか。接断面とこの接平面との交わりが、ここにあっ、ちょっと悲惨だこれ。これこの色で書きますね。いいですか。でそれであのこの切断面をちょっとこちらに持ってくるわけね。いいですか。そうするとあの以下あのここにあるようにHXZ イコール GBZ というふうにします。そうするとあのここに出てくるあの曲面とあの接断面との交わりは HXZ イコール0ですね。だって Y イコール B なんだから。いいですか。いいですか。ここ Y イコール B になってますね。それであのその接平面とあの接断面との交わりがここに来るわけですね。でまあこれよくあの話しましたけど、これさっきの
この二変数というか曲線の場合は使えまして、HXZ イコール0、いいですか、HXZ イコール0の、ABAC におけ、ね、ここ AC だね。いいですか。AC ですね。AC におけるあの接線で、Z イコールマイナス HZAC 分の HXAC が傾きで、かける X マイナス A プラス C になります。いいですか。で、ちょっと注意しておきたいんですけど、これ、ここにちょっと着目すると、H をの X に関する変微分係数っていうのは、これ BG で B 止まっちゃってるわけですから、これ実はマイナス GXABC としてほしいですね。で GY Z だこれ、もたもたしてますけど、GZABC というふうに傾きを書くことができます。これは後で使いますね。いいですか。これだけです大体。でもほとんど解決してまして、じゃあ接縁面を Z イコール A 倍の X マイナス A プラス B 倍の Y マイナス B プラス C としましょうか。スモール c ですね。これ心配だったら、こんなふうに形になるかとかいう疑問を持つ人は出てくると思うんだけど、その時はもうしょうがないから P 倍の X マイナス A プラス Q 倍の Y マイナス B プラス R 倍の Z マイナス C イコール0という ABC を通る平面の形で話を進めても大丈夫です。全然あまりその時は今度は方線ベクトルを使うわけね。ここに今から傾きを使うんですけど、方線ベクトル、これをこのベクトルについて考えていけば同じようなことができます。だからあまりこの R を0じゃないと思ってるんじゃないかというのはあまり当たりません。いいですか。それでちょっとうまくやればちゃんとできます。この形でできます。それちょっとそのあたりはもうあまり細かいことはやめまして、でじゃあ接平面を y イコール b で断面取ると、 z いいですか、だからここ y イコール b、 ここ0だよね。だ z イコール a 倍の x マイナス a ですね。だからこの傾きがここで考えた傾きと等しいわけね。いいですか。だからA はマイナス HZAC 分の HXAC です。で、これがさっき説明しましたけど、GXABC 割る GZABC かけるマイナスっていうふうになります。というわけです。今、Y イコール B による断面を考えたんですけど、断面 X イコール A を考えれば、もう繰り返しませんけど、B イコールマイナス GZABC 分のGZABC になりますね。間違えてる。ちょっとここ Y ですね。すいません。ちょっとこれはひどいな。直したのをもう一回プレゼンテーションファイルアップロードしておきますね。いいですか。というわけです。それで、というわけで、この、A と B をこの A と B で代入しますと、マイナス GZP0 分の GXP0 かける X マイナス A、マイナス GZP0 分の GYP0 はかける Y マイナス B プラス C になります。で、あとはここの GZP0 を払うと、GXP0 X マイナス A プラス GYP0 Y マイナス B プラス GZP0 Z マイナス C イコール0って形になります。いいですか。この形で覚えておくといいですね。で、これはだから二変数の場合の、この形と類似がありますね。それで、で、勾配ベクトルは、三次元の場合も、定義できて、ナブラ G イコール GXGYZ ですね。で、そうすると、
これですね、ここに見えてますから、ナブラジー P0 と X-AY-BZ-C 内積が0です。まあ、ということは何かというと、ここ P0 ですね。それで、P は座標 X、ここにあるけど、XYZ としたら、このベクトルがここにありますね。じゃなくて、ここじゃなくて、ちょ、この、こん、ちょっと色も変えようか。じゃあ、ちょっとまずいな。ボロボロ気味で、ボロボロですけど、そうすると、このベクトルが、このベクトルですね。X-AY-BZ-C ですね。で、そうすると、何が言えるかというと、まあ、だから、接平面に垂直なわけね。このベクトルが。いいですか？このベクトル、勾配ベクトルが、勾配ベクトルが、接平面に垂直であることがわかります。いいですか？それで、ちょっと注意すると、ちょっとこれ、もう一枚入れるか。まあ、ちょっとこのたくさん書けないけど、こんな風に等量線って、等量面か、こんな風になっていくんですけど、これ増えてる、 G の値が増えてる方向がこっちだとすると、いいですか？そうすると、ナブラジってのは、こういう風に増えていく方向に出てきます。いいですか？接平面垂直だと、両側に どちらかわからないんですけど、符号を込めて考えると、G の値が増えていく方向に、勾配ベクトルが出てきます。これちょっと大事な項ですね。それで、まあ、例なんですけど、単位級、さっき冒頭で説明しましたけど、GXYZ イコール X 乗プラス Y 乗プラス Z 乗マイナス1イコール0ですか。で、この時 GX は 2X ですし、GY は 2Y ですし、GZ は 2Z です。なので、P0ABC における接平面は、2A 倍の、いいですか？もう一回、ベクトルで書くと、ナブラ G アット ABC ってのは、2A、2B、2C なのね。だから、接平面は 2A 倍の X-A プラス 2B 倍の Y-P プラス 2C 倍の Z-C ですね。で、これで2で割って、A と A、B と B、C と C の2乗、だから A の2乗、B の2乗、C の2乗が見えまして、それは足したら1ですね。P0 は、単位球面上にありますから。で、そうすると、2で割って、整理すると、 AX プラス BY プラス ZC イコール1です。この1は、だから、今説明したように、 A 乗プラス B 乗プラス C 乗イコール1ですね。を使ってます。いいですか？まあ、こんな感じです。だいたいその曲面とか言って、あんまりみんな知らないですよね。本当こと言うと。関数のグラフっていうのは、まあ、よくわかるけど、こういうような因関数表示をしている局面っていうのは、なかなか 例知らないですね。いいですか？まあ、これ平行移動して半径じゃなくて、中心をx0y0z0 にするとか、それぐらいはできますけど、まあ、本当はいろいろあるんですけど、まあ、しょうがない。まあ、移動しなきゃないと、そんな例なんて身につかないですよね。じゃあ、この内容はここまでにいたしましょう。